今回は NHK 杯の決勝を見ていきたいと思います黒番が芝の名人白番が一力規制ですねで黒星と小目の布石から三々にね入ってきましたね最近この三々に入ると非常にね多いですねでこうやって開きましたでかかっ で、黒から戦い仕掛けていきましたね。まあ、ここでね、えー、まあ、白が、まあ、黒がプレッシャーかけたわけですけど、次、次切りますよとプレッシャーかけたわけですけども、白、白の板で、いくことですねで。で、で、白としてはね、振り返りというところで。えー、まあ、こうな。 時にですね、ちょっとここの開きとゲームがちょっと重複系まあこれなくてもいいわけですのでこの開きっていうのまあこの左上のこれは白が少しポイント取ったのかなと思いますねその分白が右下に2手連打してますから、まあ、ほんとずかに白がポイントここまでの布を取ったかなと思いますねもうかな差なんですけど。 でこうやって。右下の形、結構白厚い、手厚い形ですね。まだ隅、飛び込みとか、なんかいろいろ。まだ攻めてく詰めた時に攻めていく狙いがあります、ね。まあ、単純に、まだ、右下。黒は、攻められる可能性あると。 で黒としては上辺どの程度まとまるかですね。んだからなんか石の効率的には、なんかできればもっと、なんか飛びとか、まあも,もっと言えば、これぐらいで受けれたらよかったんですけど、ね。なんか、味悪いってことですかね。こういう働いたわけか。これやっぱり、あの、落ち着いた本手というか冷静な一手でした。 これも冷静ですね。黒から羽根かけ継ぎとかが権利権利というか、羽根かけ継ぎ、羽根継ぎとかが受けぐらいになると大きいということで、冷静ですね。これを決めてから入ると。この辺、冷静ですね。目いっぱいのね、しのぎですね。 もう中で生きちゃいましょう。生きちゃいますという手ですけど。黒もこれは厳しく追求ですね。もう黒どうしても簡単にここ生きられては不満というところで厳しく追求と。で、ついて。で、曲がって。なんか振り変わりになりましたね。真っ黒隅とって、白つながってというところで。 黒もなかなか一応攻めの効果はそ、まあ、こら辺の字は増えたので攻めの一辺の攻めの効果はありましたね。白としても右辺が今度は大きくなればというところですけども今度は黒がね、えー、右辺追及まだ追及ですね。追及というまあ消しに来ましたね。追及しつつ厳しいですね。で白としても、まあ、黒こんなにねまともに入ってきたわけですからもう厳しく追及ですね。 ここれ、これ本当に厳しかったです、ね、うんなんかまともに全部助け出そうとしても結局こうやって曲がってまあ跳ねたいんですけど結局こうやって切ってきますから。うんこれだとねちょっとあれなんですかね。 ちょっと黒もしんどいですかね。切られてしまう。だから全部助けるのはしんどいというところで。で、こうやって。まあ、なんかスイシージ作戦ですよね。まあ、これね。これやっぱ、うん。 どうなるかですけど、お互い難しくてでこうやってまあこれ一応攻め合いは白さすがに有利なんですかねこの攻め合いっていうのは難しいですけどまあ黒も手数伸ばしに行くんですけどもこれ以上なかなか伸びなくて1234まあ後手ですよね黒は。 で、ここで手を抜きました。まあ、この攻め合いっていうのが、ええー、まあ、わかりやすく言うと、まあ、こう、あがこうなったとして書ける。で、白が1、2、3、4、5、1、2、3、4、まあ、白5手。で、黒これ1、2、3、4手なので。まあ、この攻め合いっていうのは、白が、まあ、手を抜いて勝てると。 まあただ一応このカけは一手の価値があるまあ締め付ける手で、ね、一手の価値ある場所ですけど手抜いて一応ってますので。ということですかね。まあ、一応これ白はここの黒石取れましたよというところで、まあ、黒も一応厚みできましたよというところですけどもね。ただこれなかなかこの厚みを働かせるのが。 難しいので、まあか、確定時大きいので、真、ま、っ、あ、白が少しポイント取ったと言っていいかなと。やっぱこの黒の確定、取れた確定時っての大きいです。で、この厚みがね、ちょっとなかなか、結構近くに重複、石が重複してて、なかなか難しいんですよね、厚みを生かすっていうのはなので、まあ、1かけとか1って書ければ本手だけど、えー、 白に手を抜かれてしまうということで。えー、もう先に G が大きい。ここですね。G を取りに行きました。で、これ勝負手ですね。で、これ張ったりして、えー、一応2 0 0 7本並べば先手で生きれるんですけれども、 うーん、なんかこれぐらいだと不満だったというところですかね。まあ、一応これ押さえ聞かない形かな。7本だったら押さえ聞かないかな。123。うん。なんから一応押さえ聞かない形で。うん まあ生きれるんだけども、まあここら辺受けられてても、うんちょっと自信ないということですかね、さへだから、えー、ここから行きましたね。ここからで生きて、さ一応生きましたけど、ここら辺がやっぱ大きかったですね。ここら辺止める手がまあ黒からかける鉄との比較で大きいと。だいぶ。 でまあ、勝負手ですよね黒としてきましたけどまあ振り返りになったお互い字の減らし合いになったんですけどもまあ白に下辺はどんどん入り込まれましてでここをコうにしてったんですけどそばコうがあって、まあ、こういう手がそばコうであってでここで、まあ、この手が効いてなくて。 これがこ、ねえー、この白石助け出して勝ちましたしてここではっきり白小正になったかなと思いますね。で黒こちらにアてをアてを決めて生きてだただここでもう白はっきり小正かなとこの白石も助け出したし下辺もだいぶ減らした。これすごい勝ちましたで、ねまあ、ここ行けば。 もう黒結構全体の黒危なくてうんと例えばあのここの黒っていうのはあのここを出ればかここ2つとも欠け目なので、えー、取れたとは思うんですがうんここに取っ でもここに打って、えー、ここがまた掛け目の形なのでまあ折れたと思うんですがここがね掛け目なのでここに打ってもここ掛け目なので二眼で生きてないんですよね。うんだからこれ結構。 出れば多分これ薄けられないのでこれぐらいになりますので、まあ、ここに打ってまあここ,ら半分ぐらいここら辺の半分ぐらいは結構取れたそうではあかなと思うんですがもうそんなこ難しいことやらなくてももうここをもうこれで十分とこの印助けるぐらいで十分ですよというところでもうけ形勢判断できてる大差、まあ、で、えー、白いいですよっていう,う形勢判断できたあの落ち着いた冷静な一手でしたね。 一応白は、えー、黒全体は生きるんですけども、まあ、これではっきり地合い右辺とか取れてますし白はここで調整になったかなと思いますでこの後はもうしばらく打たれて、えー、黒が投了して白の一力規制の調子勝ちとなりましたでこれで一力さんが NHK 杯優勝となりましたおめでとうございます というわけで今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。